今駒形の、今ちょっと音声だけでナビや使ってますけど、駒形のねスマートインターを出たところですね。ちょっと暑いですかね今日はね。久しぶりの MT ですけど、最近月に1回乗るか乗らないかになっちゃってますね。裾野市運動公園南っていうね、交差点を右、おお、富士山隠れちゃってるけど、富士山隠れちゃってるけど、これ前に車がいるからあれなんすけどね。いやー、いい感じのとこですね。雲がねあるんでね、富士山見えないですけど、これはパノラマロードって道なのかな。やっぱちょっと涼しいですかね。まだそんな標高上がってるわけじゃないんですけど、ねえ、ここ雲さえなければね富士山が正面に見えるんですけど、食事どころ。いや、気持ちいい道ですね、ここ。ですね、今日はなんでナビ使ってるかっていうとですね、もう何年前だろう、もう何十年か前にね、ちょっとねたまたま立ち寄った神社があるんですよ。ちょっとそこにね、本当に何年ぶりですかね、多分40年ぶりぐらいだと思うんですけど、ちょっと行ってみたいんですよね。いい感じじゃないですか。お、気温出てますよ。気温26度、まあまあ涼しいですね。ダンプ左に曲がれ、縁力で曲がんねえか曲がんねえな。伊勢
限速度以下になりました。参加させていただきます。お、右方向って言われたんで県道72号線に入るのかな。あれですかね、白糸の滝方向に行くのかな。これですね。なんかこの道通ったことあるかな。そろどっかを回るんだと思うんだけどな。何しろ40年ぐらい前にね行ったっきりなんてよく覚えてないんですよね。しかもその時もなんかうろうろしててね、見つけた神社なんで。これを右、39号じゃないね。300m 先左方向。あ、あれか、鳥居が見えました。はい、これですね、若獅子神社。ずいぶん立派になってる気がするぞ。ちょっとヘルメットかぶったままですいません。若獅子の塔、まあ国家のためにって言ってね。でここにね何があるって戦車があるんですよ。ねえ、これ第二次大戦当時の。サイパンの土の中に埋もれていた97式中戦車。すごいですね。空冷なんだこれ。空冷で107、この大きさで当時空冷ディーゼル170馬力って書いてありますね。でこちらがこれ神社なのかな。あのこれ神社ですね。お祭神とかやるとこないんですね。ね、鳥居が。
神社の由来としては、大東亜戦争でね、若獅子の名のもとに、戦った陸軍少年戦車兵学校の教官生徒614名ね、の御霊を祀ってると。というね、神社です。さて、どうしましょうね、この音ね。朝霧高原の方に行こうとは思ってるんですけど、ちょっと腹減りましたね。国道に出て餅屋でも行きましょうか。餅屋だったらなんか食うもんあるでしょうからね。こっちから行けるのかな。ガタ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 、国道に一遍国道に出ましょう。はい、餅屋到着ですね。餅屋到着。あれ、やってない？いいさせんよ。銀座博物館はなくなっちゃったんでしたっけ。なくなっちゃったんですね。ここに止めようか、ここに止めようか。というわけでね、餅屋さんでお昼食べました。生姜焼き定食だったんですけどね、厚切りのロース2枚、あと玉ねぎ乗っててね、ちょっとしたサラダと、漬物とご飯と味噌汁、あとちっちゃめのね、草大福、よもぎ大福ですかね、がついてました。1500円、ちょっと高いかなっていうぐらいですかね。まあでも、まあ観光地ですからね、こんなもんでしょうね。味はね、ちょっと濃いめで、なんかご飯が進むくん的な感じでね、まあ量的にはちょうど良かったかな。さて、ということで、朝霧高原なんですが、どうしましょうね。このままちょっとまっすぐ高原の方行ってみますかね。